はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日から始まりました広報小田原を我々職員が楽しく紹介する広報小田原ちょい見せ、はい、第1回の今回は広報小田原9月号です。どうぞ。はい、どうもよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今回はですね2ページ3ページで特集しております脱炭素社会の実現に向けてについてお送りしていこうと思うんですけれども、特集ページですね。そうですね。でもちょっと難しそうな話ですよね。確かにそうですね。前提の情報としまして、菅総理大臣が2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを表明しておりまして、小田原市でも一昨年表明してるんですよね。なるほど。でもやっぱちょっとスケールが大きいかなと。確かに、ね、私たちにじゃあできることって、なるべく息をしない以外にあるんですかね。息はしてください。息は、もう深呼吸はしないと決めましたよ。深呼吸でも関係ないです。あとレジ袋、レジ袋をねもらおうとしてる人がいたらもうじーっと見つめてね、プレッシャーをかけるということですね。あの量だったら自分だったら小さい袋にするな。まずもらわないでください、レジ袋。あ、もらってたね。もらっちゃダメなんですよ。エコバッグですね。エコバッグにしてください。エコバッグもいいんですけれども、9月号ではですね環境問題に取り組みながら便利な生活ができる方法としまして、EV の活用をお勧めしております。EV、EV は私も使ったことありますよ。さすがもう使ってらっしゃるんですか。なるべく使わないようにもしてますけど。どんどん使ってくださいよ、そういうの。まずはやっぱ階段を使いますよ。階段を使う、はい、でもし乗った時はね、ちゃんとボタンの前に立って。ボタンの前に立つ、でも一人だなと思ったらね、鏡でね前髪とか整えちゃったりとかして、ね、完全に間違っちゃってますね。そこに人が入ってきて何もなかったようなふりをすると。それエレベーターの EV で閉めるボタン意味もないのに連打するみたいな、ね、エレベーターの EV ですよね、それ。で 9月号ではそのエスカレーターを使えばいいって話、今ずっとエレベーターの話してます。あ、そうです。エレベーターを使うといいな。そもそも違うんです。 EV ってエレベーターではなくて違う、はい、電気自動車の EV です。電気自動車の EV、はい、電気自動車、はい、電気自動車、電気自動車、電気自動車で私の知っていることといえば、小田原市が株式会社リクシブさんと湘南電力株式会社さんと協定を結んで、地域の足として電気自動車を活用しているカーシェアリングサービス、イーモぐらいしかちょっと知らないですね。知識十分です。スマホで予約できることぐらいしか知らないですね。もうスラスラーっと、もうずっと知識十分です、それで、はい、9月号ではですね、EV の利用ですとか、EV の車以外の使い方なんかも書いてあるんです。そんなのもあるんですね。ちょっと9月号見ないといけないですね。はい、ということでですね、皆さんもぜひ広報小田原9月号を見て、ね、息は止めなくていいからね。いや、分かってますよ。